はい、というわけで今回はこの週末に行われたグラマラスドッグオフ会の模様をお届けしますよ。あ、公式アンバサダーのチャハコです。これもうブブちゃん、この間まで赤ちゃんだったブブちゃんがおるがね。今回は三重県のナスポってところのドッグランを貸し切ってオフ会をやったんだって。すごくたくさん来たみたいだよ。このみたいだよっていうのは、実はチャーコは今回行ってないの。パパさんにチャーコはちっちゃいからお留守番してなさいよってこうやって言われたから、いい子にしてお留守番しとったんだけども、なんと我が家からはキクが参加しております。チャーコよりちっこいキクがなんかしら参加させてもらっとるって、もうチャーコ怒れてきちゃうって。まあだけどこれ見てよ、みんな楽しそうに、あらもうこれもみんな楽しそうにこれ思い思いに過ごしとる。今回は人間が100人ぐらい生きてて、でブヒちゃんたちが51頭来てたんだって。まあこれみんな似たような顔してるけども、これがチャーコのうちのお顔なんだって。みんな目がまん丸くて垂れ目で優しい顔してるのがうちの特徴らしいよ。おね、これチャーコこのもうこのオフ会の模様を見とって思ったけど、まあ、見事に、パイドちゃんがもうほとんどというか、まあ、一匹もいない。まあ、これ。パイドがいなくてクリームとブリンドルばっかりだったね。フォーンもいたね。もうみんな、飼い主さんたちはこの SNS で繋がってたり、いろいろ、兄弟や親戚が集まったっていうことで、まあ、皆さんそれぞれ楽しんでいったんだそうです。何これ、もうすぐカメラと、もうこっち来てかんっての、もう YouTube の関係ってもう忘れちゃっとるみんな。YouTube の関係を。まあこんな感じでみんな楽しく過ごしとった。ほいで、これはお客さんの中でグッズ販売してる人もいるもんで、お店を出してもらって。これかわいらしい。フレンチブルドッグの T シャツとか、もういろんなグッズを、一角で、このショップを展開してもらったんだって。まあ、かわいらしい。なんて、おしゃれな、みんなおしゃれな感じでやっとる。まあ、これ。これ T シャツ。ほいで、こっちは、ハンコ、フレンチブルドッグのハンコとか、マグカップとか、あと素敵な絵とか、もういろんな、ショップを出してもらって、まあ、大にぎわい。これ、ペットボトルホルダーかな、これ。まあ、みんなこのフレンチブルドッグのグッズが大好きだもんで、まあ、こんだけお店があるとこ楽しいね。オフ会で、こうやってお店も、出していただいたんだって。ほいで、これ、室内の方ではこれ、写真撮影会もやったよ。みんなこれ、お花の、なんちゅうのこれ、かぶり物っちゅうの、首飾りじゃないね、これ。こういうのつけて、めがうみ、こんなん撮ってくれよって思ったけども、これ誰？これ、トラちゃんかな？ドラちゃんじゃない、レオくんだ。もうチャーコすぐ、最近はもう年だからかもうピャッと出てこん名前が、こういうチャーコの悪い癖。まあこんな感じで、もうたくさんのフレンチブルドッグちゃん、あ、これ、最高齢コンビ、14歳と13歳のコンビです。まあ、花ちゃんもフェムちゃんもみんな長生きしてちょうだいよ。もう、かわいいね。もうこんな風で、あれはもう、おね、これ、ちびっこ軍団たちも、この間まで、子犬ちゃんで最近育った子たちもたくさん来てたんだ、昨日は。
もう無理やり遊びなさいあなたたちって、これもうこんな感じでもみんなこれもうフォン、珍しいフォン。またブブちゃんだこれ。まあカメラ大好き、もうブブちゃん、もうありゃこんな感じでみんな楽しく過ごしてたんだって。もうじゃあごも行きたかったな。公式アンバサダーなのに行けれないってどうなっとんの、もうこれ。うん、走りまくっとる子がおるよこれ。まあ楽しそうだね。まあこんな感じ。ほんでこれ、あの肩につけてる子、これビーズのなんかなんていうの、ワッペンっていうかアクセサリーなんだけど、これはあの僕ちゃんとゆかちゃんが、夜鍋してこれ一生懸命来てくれた人にってことでプレゼントするために作ってたやつ。これみんな楽しく使ってくれると嬉しいなって、これも僕ちゃんも言っとった。本当にもう右見ても左見てももうフレンチブルドッグちゃんばっかりで、まあこれフレブル好きにはもう天国な光景です。もうこのドッグランを貸し切りでやってたんだけども、一般の人も外から眺めとる人ってよ、あら花ぺちゃ犬ばっかりだっちって。はい、 YouTube の関係だからこっち向いてくださいよ。もう名前がピャッと出てこんけど。こんな感じでパパさんもう一生懸命いろいろな子たち動画撮っとったんだけども、取り漏れちゃった子がいないかちょっと心配しとった。なるべく全員が映るように動画回しとったんだけども、取り漏れちゃった子、後ろ姿だけだったりとか、そういう子ももしかしたらおったかもしれんけども、確実に51部費ギてましたよ昨日は。の懐かしい顔とか、もういろんな顔があって、もうパパさんはもうすごく楽しかったんだって。もうパパさんもゆかちゃんも僕ちゃんもまあ本当にはしゃぎすぎちゃって、もう昨日帰ったらバタ、あれこの子って、この子って聞くじゃないの、聞く。ほで昨日は聞くの兄弟のトラゾー君も来とったもんだから、あほでこれパパさんが YouTube サボってる間にトラゾー君も巣立っちゃいましたよ。でトラゾー君ともここ再会したんだけども、聞くとトラゾーはもうそっくりだった。ほでこれもちびっちょたちがもうずっとこの二人ずっとプロレスやっとった。まあ一番このオフ会を楽しんどったのはこの二人だちって、もうパパさんは言っとった、この二人もずっとプロレス。あらこの子もうチャーコと一緒、もう読みに似とる言われちゃうよ。この子はあんみつちゃんの子供のおとはちゃん、まあ、こんな感じみんな楽しく過ごしてくれて、チャーコも大満足。今回は第1回目が2010年で、まあ、今回2023年が13年ぶりの第2回のオフ会の開催になったんだけども、パパさんがオープニングの挨拶で次回は13年後の2036年ですとこうやって言ってやや受けしとったけど、まあこれ可能だったらもう定期的にやったらって、これチャーコ言っとった、もう次回はチャーコも連れてってってパパさん頼んだところ、まあ、こんな感じでみんなそれぞれ過ごしとったんだけども、あら終わっちゃった。おじゃあみんなまたね、今日ここまで。